はい、こんにちは。トップガンドイックです。今日はですね、トイック400から700点台の方向けですね、の、基礎固め、用の教材を紹介します。特にリーディングが弱い人ですね、向けになります。こちらです。じゃじゃん。ちょっとね、表紙が地味なんで見えにくいかもしれないですけど、ちょっとタイトル読みますね。完全攻略3年間の総仕上げ高校入試英語になります。つまり高校入試用の英語の、問題集ですね。になります。ちょっと解説も載ってるんですけどね。構成としては文法事項がですね、だいたい18単元かな。動詞から始まり、現在完了とかね。不定詞とかね、動名詞、関係代名詞とか、あと仮定法も入ってますね。1年前からね、中学英語に仮定法とか入ってきたんで、18単元あります。よくあるパターンで、文法のまとめがあって、左ページに、で、右ページに基本テストがあって、次のページに応用問題的なものがあるということですね。で、その後に、長文もですね、17個ぐらいあります。ね。あとは、リスニングもありますかね。リスニングもありますね。はい。割とバランスよく構成されてます。あと、英作文もありますね。はい。ただ、文法と長文だけやればいいと思いますね。はい。で、よくね、こういうのって文法の単元しかないのがあるんですけど、やっぱり長文も絶対あった方がいいです。っていうか、長文こそ大事ですね。だから英文法を学ぶのって、文法問題を解くために学ぶんじゃなくて、長文を読めるようになるために学ぶんですね。はい。なので、非常に長文が大事です。まず長文が読めないと、当然パート7もできないですし、あとリスニング。リスニングもやっぱり、特にパート3、パート4って長いでしょ。だからあれもやっぱり長文が読めないと聞けないわけなんですね。はい、だからやっぱり長文が読めないと、もう TOEIC 話にならないということになりますので、そういうものが学べるのでおすすめです。あとね、こういう、なんていうのかな、やり直し英語の失敗例として、こういうのを選んじゃう人いると思うんですよね。こういうなんかネイティブが教えるやり直しの中学英文法とかね。これはですね、こういうのは英会話用です。英会話用なので、長文とかは絶対読めるようにならないですね。はい。なので、おすすめしません。TOEIC 用にはおすすめします。あとはですね、文法が苦手だなーって言ってですね、いきなり TOEIC コーナー行っちゃって、こういうの買う人ね。これはですね、パート5だけなので、これも長文も読めるようにならないですね。はい。だからおすすめはしないということになります。非常にいい本なんですよ。別の用途ではね。はい。ただ、TOEIC のための中学英語のやり直しには向いてないと思います。で、これ700台でもこれやるんですかっていうね、声も出るかもしれないですが、実は私も700台の時にやり直しました。こういうのを私2冊やりましたね。はい。やっぱりね、特に800目指していく人は、もうこれ完璧じゃないとダメなんですよ。8割9割じゃダメなんですね。はい。まず、本当に中学レベルを完璧にしてから、高校レベルにつなげていかないといけないので、っていうことですね。だから、例えばパート5でこういう中学レベルの問題出るんですけど、こういうのはもう5秒ぐらいでできないと、やっぱり800とか厳しいってことですね。はい。それでですね、これでもちょっと厳しい人います。そういう人はどういう人かっていうと、リーディングが200ない人、180とかね、150とか、あと2桁の人もいると思うんですけど、こういう人はね、これだと無理です。こういう人はもう、この中1からやった方がいいですね。中1、中2、中3と3冊やった方がいいです。はい。英語っていうのは、分かるところから始めやり直せば誰でもできるようになるんですね。はい。ただ皆さんそれをやらないわけですよ。なんていうのかな、プライドが高いのかわからないんですけど、その確実にわかるとこ、もう簡単すぎるぐらい、バカにしてんのぐらいのところまで皆さん戻れないんですね。そう。自分のレベルに合わない
自分のレベルを超えちゃってる勉強ばっかりやるんで、やっぱり身につかないですね。だからぜひ本当に簡単すぎるぐらいのところからやっていけばいいと思います。私の知り合いで英検1級持ってる人いるんですけど、その人なんか大人になってから5級から始めたって言ってましたからね。5級4級3級で、ね、ステップアップして1級取ったって言ってましたんで、まあそういうふうにね、まあ謙虚になって本当に分かるところから始めるっていうのが非常に大事だと思います。はい、じゃあ今日は以上になります。